将棋の藤井聡太六冠が7つ目のタイトルを目指す名人戦の第2局が明日から静岡市で始まります。つい先ほどから使う駒などを選ぶ対局前の検分が行われています。午後5時ごろ、対局会場となる静岡市葵区の浮月楼に姿を現したのは4連覇を目指す渡辺明名人、そして史上最年少の名人と七冠に挑む藤井聡太六冠です。先ほどから行われている検分は、対局を前に使用する駒や座布団を選んだり、部屋の明るさ、温度などを確認したりする作業です。名人戦は将棋の8大タイトルの中で最も歴史が古く、7番勝負で先に4勝した方がタイトルを獲得します。すでに東京で行われた第1局では藤井六冠が勝利していて、明日から2日間行われる第2局の勝敗の行方が注目されています。静岡市内では対局に合わせてプロの棋士による大盤解説会や将棋の駒作り体験などのイベントも行われます。